こんにちは、市役所です。今回は東近江小さな旅市2024について、東近江市レインボー大使の岩井智音さんに紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず東近江小さな旅市について教えてください。はい、東近江小さな旅市は東近江地域ならではの魅力や暮らしの中にある身近な体験を楽しい交流を通じて、まるで旅をするかのように見つけることができる体験イベントです。今年は10月19日から12月22日までの開催としています。なるほど。体験プログラムはどれくらいあるんですか？全部で77のプログラムがあり、どれも個性豊かな内容になっています。今回はその中からもみじ農園こんにゃく工房さんの体験プログラムを実際に体験しながら紹介します。はい、お願いします。お願いします。もみじ農園こんにゃく工房の橋信子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらではどんな体験ができるんでしょうか？こんにゃくの手作り体験ができます。こんにゃく芋には1年もの、2年もの、3年ものがあり、こんにゃくを作る芋の栽培は3年かかります。今持っているこんにゃくは3年もので、これでこんにゃくを作ります。今日は私たちが永遠寺で育てたこんにゃく芋を使います。はい、今回はレインボー大使の岩井さんに体験してもらいます。最初は芋を練るところからです。芋を湯がいて、水が3、芋が1の割合で、ミキサーで細かくしたものを1時間以上寝かせます。寝かせたものがこちらです。これをよく練ります。では頑張って練ってください。はい。どんな感じですか？結構力がいる作業で大変ですが、とても楽しいです。頑張って練ってくださいね。はい、頑張って練っていただくと美味しいこんにゃくができます。では次ににがりを入れます。これにがりですね、水酸化カルシウムです。こんにゃくの凝固剤です。ではにがりを入れます。はい、素早くでかき混ぜてくださいね。はい、で芋の匂いやったのがかき混ぜることによって、こんにゃくの匂い変わってきました？わかります？確かに芋の匂いからこんにゃくの匂いに変わってきました。匂いしてきた、匂いしてきた。本当です。本当に変わってきました。はい、じゃあここへ入れます。開けてください。どう入れましょう。もうこのまま、このまま、ままで。はい。はい。出来上がったこのこんにゃくを釜で40分間湯がきます。混ぜたものを型に入れて、釜でこの釜で40分間湯がきます。茹で上がったら冷まして袋に入れて出来上がりです。体験してみていかがでしたか？初めてこんにゃく作りしたんですけど、とても楽しかったです。よかったです。では、40分湯がきましたので、こんにゃくを揚げてみましょう。はい、こんにゃくを自分で作る体験はなかなかできないと思います。皆さんの参加をお待ちしています。橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今回紹介した以外にもたくさんのプログラムがありますので、ぜひ東近江小さな旅市2024のホームページをご覧いただき、自分にぴったりなプログラムを見つけてください。2024年版のホームページの公開は9月13日を予定しています。たくさんのお申し込みをお待ちしております。今回は東近江小さな旅市2024について、東近江市レインボー大使の岩井さんに紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。